タラン。せーの、いただきます。うん、いただきます。はい。
いただきます。小児科に行ってきました。もう顔がこんな感じでもうかわいそうなことになってきていて、なんか最初赤いだけだったんですけど、徐々にかさぶたみたいのがちょっと取れたりとか、カサカサし始めたんですよね。でなんか一向に良くならないので、あの病院行ってきたんですけど、まずこのプロペト、これは皮膚を保護してくれる役目のお薬です。でこれですね、ヘパリン類似物質油性クリーム、これはもう保湿剤らしいので、今あの私ママ&キッズとかアロベビーとかの、ミルクローションとかを全身に保湿してるんですけど、その代わりに使っていいっていうものらしくって、もうかなり保湿されるらしいので、もうこれをどんどん入浴後とか朝とか、もう顔から足まで全身に塗ってくださいって言われました。これがステロイドの軟膏です。これは顔に塗っていいもので、赤いところに塗ってくださいって言われました。で、これが抗生剤らしいです。ゲンタシン軟膏なんですけど、これは、殺菌性があるみたいです。抗菌剤のようなもの、抗生剤かなので、これもほっぺた赤いところに塗ってくださいっていうふうに言われました。たくさんお薬もらったので、すずめちゃんのこの赤い湿疹が治るといいなと思います。じゃあまたね、バイバーイ。かわいそうだね、ここね。